皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もブラスフェマス遊んでいきましょう。さあ前回ですね、禁止の図書館を突破してこの新エリア画廊にやってきました。マップ名、これがですね、眠れる画廊下等新城で、今日はですね、やっぱりこの先かな、もうここしか行くところがないっていう感じですね。こう行って、でどう行くか、あとねこっちかな、慈悲なる夢、ここはねまだ開通してない、確かゲートだった。なのでおそらく下行って左でこう繋がるのかなという予想をね覆してくれるんだよな、このゲームは。これなんか判定ありそうじゃない。あーほら、なんかドットのさ質が違ったもん、これ。でこれ弱い、なんかインディアンっぽい絵を、そう芝居て壺かちわって、金次郎のでっかいやつがいる。待って、撃ってこないの、ちょい、重い、あれ重い、一発何4割ぐらい。じゃあそれさ早いって、それよし、2回回復きちいな、こいつ。よしで、読み通り下方向、これがで、さらに右方向、これ広がりかな、どうかな。個室だったら嬉しいんだけど、個室ではない。多分ここもボスいるんでしょうね。下が見えない、待って、ちょ待って、下見えないだろ、怖いだろ。まあまあ行こうか、ノリで。よしと、この人ありえない。あの絵画に描かれたろうそくに火が灯り、そして部屋が明るくなったのだ。私の頭はおかしくなってしまったのか。現実に干渉する絵かと、そう、これをしばきたい。待ってね、もう一発、高さが地味に合わねえ。よしと、そっち、それ骨かな、多分。どう？いや違うんだな。なんだこれ。アイテム、すす黒いニンニク、黒いすすに覆われた球根、焼き焦げた畑から一つだけしか育たないため幸運の予兆とされている。薬用茶に入れて飲むことであらゆる痛みを鎮め和らげると言われているが、実際に試すものは少ない。で伝承、奇跡の曖昧な意思も感じ取れない、凡俗で冒涜的な医者である我々に何ができるというのですか。祈り許しを超えと。ではその祈りが聞き届けられるためにどのような犠牲を払えと。あの若き男の運命は奇跡のみぞ知る。そして彼と共にある我々の運命もまた奇跡のみぞ知る。若い男のアルベロに行きたいですか。確かね、多分これも材料だ。右行って左かな、チラ見してからの。あ、でこれ個室なんだ。ろうそく、火が灯ったらしい。ここね、そう、すげえ右行けそうなんだよな。いやでも行けないか。手と青いろうそくと赤いろうそく、これ青玉関係ある、もしかして。ちょっと待ってね、そう、これを一旦外して、あ、灯りましたね、なるほどね。ということは手もか、赤玉作ってからの手も必要なんだ。手ってなんだこれ、多分持ってないわ。これでおそらく消えるはず。あ、ですよね、赤玉。ですね、ここの行ってないとこだな、多分こっちの、ずーっとこっちの、そう修道院の多分ね、こっち側とかね、そこら辺絡んでくる。あれどう行くんだろうな、なかなかにやることが多いな。あれはしゃがみ、まあもしくは回避。え、君らこれ当たんないの、これ大丈夫ね。え、こいつらこれ何なのこれ。あ、でこれは高っ、あー、あいつがいる、待ってね、これは強座、よし強座ぶっ走して、あ、死んでないの、全然死んでないわ。
引いて、よし、一発回復。この回復量アップは多分アイテムないかな。あ、でここでアイテム屋さんかな。木の枝の人形、命がある。あの木の枝の人形は暗闇で幼子を怪してるのではないか。木の枝の人形なんだそれ、まだ見てないかな。とこっち、これはアイテム屋さんですね。これ何これ、ソーセージと、あ、回復のやつだ。でさらに鍵がある。え、これいくら。まあ、全部値段チェック。The finest treasure to ever find its way into my hands。 ここにある商品はどれも商人なら垂涎するものばかりさ。一流のお宝はすべて私の手元にやってくる。何もんな。心臓かけてもいい。これがですね、9999、鋼鉄製の何、親鍵。宗教裁判官の鍵。宗教裁判長が身につける剣の熱は凄まじく、彼の到着が冷たい壁越しに分かるほどだったという。人間ストーブ。これはまあぜひ、買いでしょうね。9999。どこで使うかは分かんない。と、これ何これ。貴重な宝物。で、アイテム、枝編の結び目。円を描くように編み込まれた数珠玉。表面は塗料で薄く保護されており、長年の摩耗から数珠玉を守ってきた。とある母親が編み込んだもので、彼女の祈りと祝福とが込められている。その祈りの力で持ち主に毒への耐性を授ける。毒耐性、でも毒無効を持ってるんだけど、それとはまた別なのか。これは欲しいんだけど、これもしかして一番高いのかな。手放すのは非常に心苦しい。これおいくら万円な。1万円だったら買えるんだけど、あ、よし、いいぞ、9000円。空の誕生瓶、これはマストバイです。よーし、さよなら。すっからかんだ、1403円。と、こっち、ここで、ですね、こうまっすぐ行って、開通かな。また来たよ、この針だよ、針プラス振り子だよ。ここでしゃがみかけて、あそこに行くとほら、クラウンだね。えぐっ、これ。いつ行くか、今です。こう行ってやって、こう行って、あっ、あっ、あっ、はい、待って、左見てね、あれ。ここセーフね。で、こっちはしゃがみで、ここで待機。一発かわしたのにな。これなんなん、これもうショートカットなんだけどさ、ありがた迷惑だなこれ。何、そこの下のとこにまた行くの。まあ、開通させないとね、話は進まんもんな。いかついなこれ。あとね、そう、今作コメントで自分があの形って読んでるやつね、漢字ね、あれね、顔なんじゃないですかっていうコメントをいただきまして、で調べてみたんだけど、あれね、サイトによってこうなんか読み方というか解説がね、違うんですよ。怖っ。振り下ろしたらガードする。そう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 。で、基本的にはね、形かな、訓読みはね、形だけで。でね、広辞苑引いてみると顔ってのがあるみたい。なんかこう、語用が定着したパターンかな、らしいですね。コメントありがとうございます。そこら辺もね、こうなんか意見交換しないと分かんないもんな。で、ペッチンペッチン叩いてからの、よし、2回目。さっきのな、止まるとまずいんだよな。で、そこはまあジャンプでかわせるってことが発覚したんで、こういって、あ、ぶれぶれ、今のぶれ。ここでちょっと待とうか、じゃあ。あー、そこ、なるほどね。複合というか、こっちとさ、そっちが噛み合うのか、なるほどね。それでさっき死にました。つまり、行くんだったら今か。で、大ジャンプ決めてしゃがみ、よーし。簡単よ、ブラスフェマス。
はい、簡単。あー、で、ここで、え？ここでこれあんの？ん？え、でもこれ弾もう持ってんだけど。ほら、大弾持ってるよ。え？どうしたらいい？これ。え、何もできないんですけど。あの、三角押せるんだけどね。何も起こらない。なんだこれ。火がつくのかな？もしかしてさっきのこっちのここの絵の部屋で火をつけた状態でここまで来いとか。いや、でもわからんしな。なんとも言えない。なんも言えねえ。で、骨ですね。クーツ氏セバスチャンの室外骨。セバスチャン王者はクーツに囲まれて暮らしていた。彼にとってクーツは家族同然であった。とある日の夜、彼はこう叫びながら燃え盛る劇場の中へと姿を消した。動くな、動くことを禁じる。これがあれか、クーツか、人形さんね。傀儡っていうふうには読みます。で、こうつながって、やっぱりそうね、戻ってあっちか。ここをさ、戻るんですよね。戻れるかな？これ、戻るとなるとなんかまた話変わってくるの、これ。これどういく？このタイミングでこう、そっちに、あ、ここじゃない？もうやだこれ。もうやだここ、ほんと、針ほんと嫌いこれ。これはですね、どうしようかな。まあ、いいだろう。ペナルティ追ってやろうじゃないか。取りに行くのがやだ、もう。4発。で、お次、そっちで壊す。右下行ったね。よし。こっちで壊す。ここもなんかこれ、この振り子な、なんなんこの永久期間はよ、これ。やだなぁ。こう来て、早く、そうそう、早く具現化せ。くそ、だ、ダメージは安い。安いんだけど、針と絡むんだよな。あのね、正面行ってバーンって食らうっていうパターンが怖いんですよね。こうだ。で、こうだ。よーし。たまたまうまくいったパターン。回転切り、ちょっと、今惜しかったな。回転切り出したんだけど、次当たれば勝ったのに。惜しかったね。で、ここもなんかこれがいる。これなんだろうね、これね。あ、びっくりした、びっくりした。え、こいつらの存在価値これ何これ。ブルリンパー。はい。で、回復。あいつノーダメージで殺すってのはまあ難しいんだよな。で、そこの上行って、あれをどう突破するか。そこしゃがみで、あ、いけますね。あ、いけないか。大丈夫。おーい。あ、待って、待って待って。これどう突破するこれ。そこちょっときつくない？これどうしようかな。どのタイミングで追いかけていくか。よし。で、こう来て、上来て、左もしくは右なんだよな。左どうかな。あ、で、ここに、よーし。これまだですね。ということは多分ボスかな、近いの。こういう月が長い報復を身にまとい、夜闇を照らしている。そして、お寿司がその月を草花と影の間から眺めている。これなんだこれ、謎解きっぽいな。で、左がですね、そんなに広くない。多分ボスかな。ちょっと見てみよう。チラ見して。あ、で、これか。これなんかボスっぽくない？ペニテント1 without a name. Find my brothers and guide them to me. 名を持たぬ介護者よ。我が兄弟を見つけ、我が元に連れてくるのだ。牛の兄弟なんていた？兄弟、なんだろうね。多分牛なのか。と、あの、天使なのか、ベイビーなのかな。1234567、7人。今んとこわかんない。謎が多いな、このゲーム。
あ、で、そう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 、そっちに行きたいんだけど、これは慎重に行かないと吹っ飛んで死にます。で、こっち。このゲームさ、もしかして二段ジャンプとさ、あれないんじゃないの？この祈祷大艦のワープ、もしかしてないのでは。で、ボスなのでは。あ、ですよね。ほうきの末裔、エスポシト。あ、こいつなんか超魔界村で来たぞ。年末のほら。ですね。この、まあ、多分、ガン、キモ。ドン来る。まだこれ、キモすぎる、こいつ。なんだこいつ。どこ反転あんのこれ。あ、これが毒な、いや、よくわからんな。いや、これトリッキー、めちゃくちゃトリッキー、こいつ。1.8。こいつは強えわ、これ。当たらんし。あ、またゴリ押し。いやー、いって、その火を完璧にこう見切っていかないとダメっていうやつか。なんだこいつ。こんなボス火を作ったらむずいよこれ。一発回復。ただもうなんとなく半分削っております。意外といけるのか。あ、でも回復ないな。尻尾来そう。尻尾の来るときと来ないときの違いが分からん。で、左から、そう、ニュルンと来て。これね、そう、あれをしっかりかわして。いや、かわせんわ、こんなの。これきついな。火の玉ね。あれをどうかわすか。火の玉、そうだね。一番端っこかな。リベンジだ。さあリベンジ頑張るドン。まずは右ですね。で、大体多分ここら辺。あ、これと、待って、これなんか場所若干変動してんな。あ、ホールドされた。え、何これ。あ、即死なんだ。何あれ、どういう判定だろう。多分避けたと思ったんだけど。あれ、即死か。で、まずは、ボディをね、そうそう、あそこに判定あるんだけど、今ら、あれ、痛えな。毒耐性アップかな、これ。まずい。で、ここに、そうそう、ここにやってきて、なんか、ダーダーやってて、何？ファイヤープラス、いや、それ、かわせんと、そんなの。ファイヤープラス、あれか。尻尾、あれ、ワンセットなのかな？尻尾？あ、ですね。あれ、ワンセットか。あれ、これが毒なのかな、これ。あれ、毒か。あれを食らうとまずいんだな。さあ、リベンジ。こいつ今のところ一番強いな。で、まずそこから切って、そこのボディを叩けるんだけど、まあ横からずに行きましょう。さあ、攻撃回数アップ。これまずいな。ここら辺で、そう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 。あ、これうめえ。ここはちょっとゴリ押して、よし。ダメージを取る。一発回復する。さあ次。あ、これいいぞ。ちょうどうまいところにはまった。待って、あれ即死。あぶれ、回復。もう一発回復。これは両パターン入ったな。さあどうかな。あ、待って、これまずい。回復回復。
よし。で、こっから、ラストガイプ。これで右から来る。で、ふんわり来て、フィニッシャー。ポシーいた。こいつ強かったな。ほぼご利用したけど。で、トロフィー。盲目の純血。これね、トロフィー少ないと思うわ。こいつは強い。よし。で、ここで、ちょっと待ってね。ビルド変えよう。レーザーにして、ここら辺を、いつもの、これと、あとなんだ。どれだっけ？あ、これか。よし。と、トロフィー。これ見てみようね。さあ、今の。あ、これ順番的に、うん。OK ですね。盲目の純血。放棄の末裔のエスポシトを倒す。32.5%。で、残りボス、多分おそらくね、3体ぐらいでしょうか。3体倒して、で、ラスボスっていう感じかな。エンディング。いいね。いい感じに進んでる。で、この右。あと下は金網。いや、でもこのボス強かったな、これ。噛み合わないと普通に死ぬわ。で、図書館。ここね、図書館。え？じゃあ、下はどう行くの？ん？で、さらに、そっちこう行けるんだよな。あ、でもね、こっからすみません、行けませんね。で、プラストゲがあるわ。そこの。じゃあ乗ってみようか。トゲトゲあって赤ちゃんね。ベイビー。で、これは開くはず。ですね。開かないと何もできない。で、さらに左右に行ける。一部屋ずつかな。ここでなんか良さそうなやつ。あ、これなんだっけ？エレベーターのあれだっけ？ Y 仮面？あ、ですね。ほらほらほら。クレセントの堀仮面。Y 仮面のついとなるやつね。クレセンテ。埃だらけの図書館で、女裁長の死体が握っていたアーティファクト。で、伝承。クレセンテの告白。残酷に過ぎていくときは、私はかつて父として崇めた者の精神に大きな損害を与えた。彼は村に蔓延する偽りの迷信を心底から信じ込み、心奪われてしまった。その濁り曇ってしまった目で、母なる神の祭壇は去り、存在しないものを探している。そしてドルフォスも今や輝けるお方を失ってしまった。内観主義を言い訳に用いて、平と信仰心のなさを隠しながら彼は、信奉者と共に凍える塔の中に閉じこもっている。残ったのはこの私だけだ。適切な判断を下し、大理石の間に登ることのできる、この私だけが残った。終わりなき本棚に保管された禁書の数々も、答えを探し求める私の熱意にこうすることはできないだろう。ドルフォス、確かにこれもトロフィーにあったはず。ドルフォスとナンタラを再会させるってやつ。で、こっち。ここな、屋上にワープしたいんだけど、何も起きなかった。まずさ、小玉を持ってないんだよな。ちっちゃいですね。で、こっち。ただ今の火がついてる。なんで？青いやつはついてなかった。なんで？それもよくわからん。何も起きなかった。あ、で、ここで火力アップ。よーし。剣の火力アップ。で、それと技変える。なんか買おうかね。ですね。ため切り。ため切りはいらん。遠距離攻撃。これかな？遠距離攻撃。こっちかな？神聖なる血。神聖な血による攻撃術を洗練させることにより、投擲攻撃が最大距離に達すると自動的に反転し、手元に戻ってくるようになる。熱傷を消費する。ブーメランね。これは欲しい。よし。で、さらにその上、清潔の奇跡。爆発するらしい。おーし、これで、こう繋がって、で、さっきのその下の方は、あれどういくんだろう。ちょっと待ってね。そこの下。見に行こうかな。ボス部屋の下のところね。あ、で、で、この上にあれがあるわ。祈祷台。それだけまず先に触れておこう。あとエレベーターか。エレベーターの先、何があるか。
これもしかしてまたやるの？こうして、そう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 。でこうしてガードする、後ろ、よし、はい、いやー、あぶれ、セーフで、そこに人台だよね、ここにあるはず。よし、さっきの下のところなんだあれ。You have my gratitude for having silenced such an unbearable sound. I, dear, you have my gratitude for having silenced.Merciful be, penitent one. With your contribution, the work of this brotherhood carries on. Merciful be, the miracle is taking us away. One.Then thou hast already met Cleophas. He was once a member of this congregation. One woeful day, he broke his vows and left upon hearing the news that a miracle had occurred. We never heard from him again. Please give him this. It will mean a lot to him.Find the next remnants. The order blesses thee.真なる埋葬の縄、編み込まれた縄、そこから吊るされた擦り切れた青銅製のメダルには真なる埋葬教団のエンブレムが描かれている。あなたが誰であれ、私はあなたに忠告を送ろう。自らの自由意志を捨て服従を受けれることこそ人間として最も大事なことだ。どこも欠けることのない者のみが夢の向こう岸へと渡れるであろう。私たちの同志の口から紡がれたこの言葉が私たちにとって名誉ある規則となった。収集と埋葬という聖なる目的を持った私たち修道士は欠けることなき信仰心を持ってその規則のためにこの身を捧げよう。毎朝起床する瞬間、毎晩眠りにつく瞬間、この規則のことを頭に浮かべるように。さて、やってきました。そう、この真下部分、ここのですね、ちょっと待ってね、そこに敵いたっけ、強いやつ。あ、いないんだ。そう、こっちね、これが開いてない、開かないか。なんだこれ、下から来るってことで、それと行けるところ、そう、こっちの上なんだけど、ここにワープしていけないんだよな。あ、ここか、どっちかっていうと上行って、エレベーター行って、まあ、こう登って上っていう感じかな。ですかね。さあ、どうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして、で、次回ですね。やっぱりそうね。この上、これ見てからこっちかな。金星の壁ね、こっちの先に進んでいきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと、ツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。どうね、また次回ブラスフェマスでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。